祖父を見送る李良李良は、中国全館大の軍人。郷土を相手に優先しながらも、捕虜となったことで敵に寝返ったと誤解された悲運の将軍。字は小教。祖父の李子は、文帝、京帝、武帝に仕えた悲運の将軍として知られた人物であり、父の李あたりとは、武帝の長身であった関連を大出した、豪直の師であった。父の李あたりとは、 彼が生まれる、数ヶ月前に創生し、李良は利当たりとのい原の子である。紀元前99年、一位に任命された李良は、武帝の命により西将軍李工理の軍を助ける、ために五千の不評を率いて出陣した。しかし合流前に全部が率いる強度の本体三万、と遭遇し、戦闘に入る。李良軍は、獅子粉陣の働きを見せ、六倍の相手に一歩も引かず八日間に、 渡って、激戦を繰り広げ、郷土の兵一万を打ち取った。そのことを、部下の陳歩み学を使わして、武帝に報告させた。だが、さすがに、李療軍もやっつき方な折れ、やむなく降伏した。李療が郷土に降伏したとの報告を聞いた武帝は激怒し、道中に任命されていた陳歩み学を問い詰めし、陳歩み学は自決した。 軍神も武帝に迎合して李量は罰せられて当然だと言い立てた。その中で芝線だけが李陵の優先と無実を訴えたが武帝は李口利を阻しる者として芝線を投獄し後に休憩に処した。李陵の才能と人柄を気に入ったかつ公然武は李陵に部下になるように進めるが李陵は断っていた。しばらくしてから武帝は後悔し李陵の残部に褒美を与え 高村公に命じて、李陵を迎える。しかしこの計画は失敗した。逆に、高村公は、郷土の捕虜から、李将軍が郷土に、官の軍略を教えていることを聞いた。武帝は激怒し、李陵の妻子をはじめ、祖母、聖母、兄と兄の家族、そして、重帝の、劉一からをまとめて、皆殺しにした。老生では、李氏のことを恥じたという。 しかし実際には、李将軍とは、李良より先に、強度に基準した、漢人の李糸口という将軍のことであった。漢の使者からこのことを聞いて李良は、一族の非合の死に嘆き悲しみ、その李糸口を自ら殺害した。そのため大足は怒って、李良を殺害しようと計画した。かつ公然羽は李良を北方にかくまった。大足の死後、李良は内地に戻り、 後にかつ公前宇の娘をめとって、その間に子を設けた。彼は、前宇からの立っての頼みで、郷土の右皇王となり、数々の武軍を立て、紀元前74年に母子した。郷土の王女との間に設けた、李良の子は、古漢や前宇の時代に、別の前宇を立てて、古漢や前宇に背き、古漢や前宇によって処刑されている。かつてへ施設として赴いた人物の中で、 李良とは対照的に官に中節を貫く、堅くクな,な態度を取ったのが、かつて李良と共に自中として武帝のそば使いをした祖父であった。李良は不死を全うしようとする祖父を影から助けている。ありがとうございます。